4月の半ば、サティラロは再び主治医のシェルドンの診察と血液検査を受けました。その結果、血液検査の上ではがんが存在するという兆候は完全に消失していたのです。サティラロはシェルドンにマクロビオティックの食事療法の内容をその理論を含めて説明し、自分の改善は、 マクロビオティックの食事療法のおかげではないかと聞いてみました。シェルドンは、非常に興味深い話だ。しかし、君の主治医としては、くどいようだが、君の話は、科学的ないし、医学的根拠に欠けていると言わざる得ない。したがって、私は、マクロビオティックの食事療法には、いかなる治療的価値も認めない。君が良くなっているのは、 抗がん除去術とエストロゲン療法のせいだと思うが少なくとも食事療法については害はないとは言えるどちらかというとマクロビオティックの食事療法は君に希望を持つ動機を与え前向きの姿勢をとることに役立っているような気がするマクロビオティックは君の信仰のようなものだから今まで通りにしていても良いだろう 引き続き様子を見ようじゃないかと積極的にマクロビオティックの食事療法に反対する姿勢は見せませんでしたしかしサティラロは心の中ではマクロビオティックの食事療法は有効であり何らかの医学的根拠があるに違いないと信じるようになっていました事実顔色も体調も良くなりがんで死にそうにな患者には見えませんでした 4月から5月と春が深まるにつれて、サティラロは身も心も軽くなってウキウキした気分となり、体の内部から何かが、もう、峠は越えた後は回復を待つばかりだ、と告げているようでした。6月に、サティラロはマクロビオティックの夏の講習会に出かけ、道ちおの診察を受けました。診察を終えた道ちおは、あなたは、 もうがんじゃありませんよ。あなたはがんを打ち負かしましたね。とサティラロに告げました。サティラロは感極まって言いました。わかっていました。自分が一番よくわかるんです。幸福感が顔中に広がっていくのがわかりました。しかし、ミチをク氏は、マクロビオティックの食事療法では、がんが体から出ていくのに7年間くらいはかかるので、 サティラロも今後7年間は食事と生活習慣に注意しなければいけないと忠告しましたまたエストロゲンは陰性の作用が強い薬でむしろ回復を遅らせる作用があるから飲むのを止めた方が良いとも言いました最後に道をくしはサティラロに今日この場で予言しておきましょうあなたは 何百万という人の救うことになりますよ。と謎めいたことを言ったのです。サティラロは、6月の末に、自らの判断で、エストロゲンの内服中止を決断しました。もちろん、主治医のシェルドンは大反対し、君は、自分の命をもてあそんでいる。今、治療方針を変えるのは、絶対に反対だ。と、強くサティラロをいさめましたが、 サティラロは聞き入れませんでしたしかしエストロゲンを中止しても何事も起こらず8月の血液検査も全く異常はありませんでした8月の末にサティラロはマサチューセッツ州アムハーストで催されたマクロビオティック最大の年次総会に招かれましたそこで彼はマクロビオティックの食事療法で 最も治りがたいがんであるとされる膵臓がんを治したというジーン・コーラーに会いましたこの時ジーン・コーラーは61歳でしたジーン・コーラーはインディアナ州の州立大学の音楽教授でした6年前彼が55歳の1973年インディアナ大学医療センターで回復手術を受け 拳大のすい臓がんが十二指腸まで広がって転移しており切除不可能であり長くて十二年の余命であろうと診断されていましたそれでも医師はジーンコーラーに化学療法抗がん剤を試みましたこの時に友人がマクロビオティックの食事療法をジーンコーラーに勧めたのですジーンコーラーは早速 道を串の指導の下にマクロビオティックの食事療法を始めましたそして1年後の検査の結果水蔵臓がんは完全に消失しジーンコーラーは完全な健康体になっていましたこの水蔵臓がんを克服した記録を「奇跡のマクロビオティック療法」という著書にまとめて出版しその体験談を全米で講演して回っていましたジーンコーラーは 積極的思考の化身のような人物でその眼黒服体験を聞いたサティラロは非常に勇気づけられ感銘を受けたのですこの総会中に未知をク氏と話す機会があったサティラロは9月になったら骨シンチグラム検査を受けようと思っていると話したところ未知をク氏は大反対をしましたシンチグラム検査に使う放射性同位元素は 体に良くないといとうののがその理由でした。しかし今骨シンチグラムの検査を行えば完全治癒という結果を示す確率が高いだろうと未知岡氏は言いました9月27日サティラロは自分の病院で骨シンチグラムの検査を行いましたその結果がんの骨転移は全く消失していたのです 主治医のシェルドンは驚き感動していました。そして、あらゆる検査結果から見て、君は治癒している。本当に、おめでとう。でも決して安心してしまわないようにね。でも、治癒したのは、私たちが行った抗がん的出実とエストロゲン療法のおかげだと思うよ。と宣言したのです。サイラロは、シェルドンに、 5年生存率はどうなるのかと聞きました。シェルドンは死刑執行は停止だよと言いました。この治癒はマクロビオティックの食事療法の効果と思うかと聞くとシェルドンは君がマクロビオティックについて言っていることはあるいは正しいのかもしれない。確かに我々はがんに関してあらゆる回答を手にしているわけではないからね。 しかし、君が言っていることを裏付けるデータを見ない限り、私には、がんの食事療法もしくは、それに関する一切のことは認められないな。将来、あるいは、栄養が、がんの発生に、何らかの役割を果たしているということが判明するのかもしれない。しかし、今は、まだ、治療法として、食事療法を使う気に離れないね。そう言いながらも、 シェルドンはサティラロに今まで通りの生活をすることと今後も連絡を密にするように望みましたサティラロの癌が,が消えた話はたちまちマクロビオティックの仲間に食事療法の成果となって伝わりまるで死者が蘇ったがごとき噂となって広がりました一方サティラロが院長を務めていた病院内ではサティラロは 遠からず死ぬであろうと思われていましたこのため一様にみんなが信じられないと驚き結局のところは奇跡が起こったのだという結論に落ち着きましたマクロビオティックの食事療法でがんを克服したサテイラロは自分自身に起こった奇跡的な出来事を医学的見地から説明してみようとこの方面の医学文献を読み漁りました実は これまでにサティラロはがんが食事で予防ないし治療できるなどと書いてある医学論文を見たことがなかったからですところが調べてみるとそのような内容の論文は数多く存在していたのです多くの巧妙な学者の研究論文ががんの原因の多くは食生活にあると結論していたのです 1977年に出版されたアメリカ合衆国の食事改善目標は、ジョージ・マクガバンが委員長を務めたアメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会で行われた9年間にわたる公聴会の結果を集大成したものでした。一般にマクガバン・レポートと呼ばれるこの報告書には、次のように述べられています。過去50年間で 我々アメリカ合衆国国民の食生活が一変してしまったことは周知の事実である。変化の幅も大きかったが我々の健康が被った被害もまた非常に大きかった。脂肪、砂糖、塩分の過剰摂取は心臓病、がん、脳卒中、肥満その他の多くの致命的な疾患と直接的な因果関係が存在する。全体的に見れば アメリカ合衆国の主要死亡原因の上位周囲までのうち6つの病気が食生活に由来する疾患であるマクガバン委員会で証言した科学者たちは幾度音にアメリカ人が食習慣と生活様式を変えたら発生頻度の高いがんや心臓病を減少させることができると証言し最も危険な食品として 脂質、コレステロール、塩、砂糖を含んだ食品、製白穀物で作られた食品、肉製品、乳製品、卵などを挙げていたのです。ニクソン大統領ががん製服条例に署名し、がん戦争の火蓋を切ったのは1971年でした。がん製服条例のは、アメリカ合衆国建国200年にあたる1976年を、 がん戦争のために巨額の研究費が有効ながん治療法開発のために費やされましたしかし確実な成果は何もありませんでした手術療法化学療法放射線療法はかなりの数の患者の延命には効果を上げたのですが 延命された年月の質 QOL クオリティ・オブ・ライフは決して自慢できるものではありませんでした。完全にがんを治癒できた確率は3人に1人と1950代とあまり変わらなかったのです。どの年も全米で例外なく100万人以上のアメリカ人ががんの治療を受けており、毎年70万人以上ががんと宣告され、 約40万人が癌でで死亡しているのです。その数字はさらに増加しつつあり治療費は年間200億ドルを超えているのですがんはかって人類が経験した最悪の病気となっていましたサティラロは自分の今までの食生活を顧みて自分は癌になるような生き方をしてきたと反省しました 高脂質食、白毛おしろい製品、極度の甘み思考、それに、ほとんど運動をしない、座りっぱなしの生活などは、発がんの危険性を高くしていたのです。20年間も、腸の不調に悩んでいたのも、誤った食生活で、腸に負担をかけていたせいだと思いました。腸の不調に対しては、症状を抑え込むために、薬を飲んで対応し、 ののの不調原因にななっっっている、る誤ったたを改めることはしなかったのです。結局そのことが自分に癌をもたらしたのだと気づきましたサティラロはそのことに思い至らずただ癌になったことは運命のいたずらだと嘆き悲しんで癌に打ちのめされる以外になすすべもなかったのですこのような思いがサティラロの心にある変化を与えました 彼は自分ががんという病気になった体験が自分に新たな気付きを与えてくれたことに感謝の念を抱くようになりましたそしてそれは具体的な行動となって現れましたサティラロは10月末より毎日カトリック教会に顔を出し神に祈りを捧げるようになったのです勝手は苦しい時だけ神に祈っていました しかし今は朝目が覚めると生きとし生けるものと自分が一体であることを心に感じそして自分を大いなる知恵と治癒に導いてくれた創造を主に感謝し今元気で生きてこの世にあることに感謝するようになりました。